外観外観協会の内装バーンク協会とは、イランエスファハーンのジョルファ地区に13カ所ある、アルメニア首都協会の聖堂の一つである。1605年創建で、現在の建物は1655年に再建された、ものである。もともとは、サファビー町のアッパース一世の地世である16世紀から17世紀に、かけてエスファハーン造営を目的に、 アラスカ藩から動員されたアルメニア人のための教会であり、アッパース一世をはじめとするサファビー朝歴代の皇帝は彼らや彼らの信仰するアルメニア正教の保護に努めてきた。現在もエスファハーンやイラン国内に多数在住するアルメニア人コミュニティの精神的な寄り所として機能している。建物は幾何学門用のタイルや窓枠、 ドーム作りをふんだんに取り入れており、ペルシャ伝統様式を見事に融合させた外観が特徴である。教会内部には、最後の審判等の旧約聖書に登場する場面の描写図を閲覧できる。他、敷地内にある博物館には、世界最小サイズの聖書や、聖書の一節が彫刻された毛髪が展示されている、ことで有名である。ありがとうございます。